今度は岩手県八幡平市、リポーター名まなちゃんさん、おはようございます。今朝は日差しがありますが曇り空になっています。この後はだんだんと晴れてくる予想ですといただきました。はい、岩手県ですがちょっと雲多めですね。北海道のあの青空に比べると雲かなり多いことがわかります。ただこの後は晴れてくる様子ということで、もうすでにね太陽も見えています。あ、鳥さん鳴いてる。ピー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 って言ってた。えかん。スタッフさん。そうだよね、写真ですよね。私も。私も。写真だから聞こえるはずないのにあまりにも聞こえてきそうなこの風景とあのスターさんがあの裏で後で紹介する鳥さん の動画を見てたのかなパソコンの音量設定をミスりましたということでピー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 って突然聞こえたんですよ私の空耳でも幻聴でもないですし、これは写真なので音が聞こえてくるはずもないんですけれども、大変失礼いたしました。もうあまりにもすごく綺麗なね鳥さんの鳴き声聞こえたのね。しかもね聞こえてきそうだったから、もうあのすっかりあーすごいみたいな私も条件反射で言ってしまいましたけれども、写真でした。奈良県の方からいただきました。奈良県のあった高市郡アスカ村、リポーター名つんちゃんさん。あ、小鳥たちのさえずりを聞きながらこれだったのか、森林浴癒されますといただきました。耳を澄ましてください。耳を澄まして、聞こえてくるかしら。あ、これあったあった、さっきもっとでかかったよ音量あーなるほど、さえずりがあまりにも小さかったからあれどこだってなったんですね。で音量をスタッフさん大きくしていたと確認中で、そしたら最後にこう大きく聞こえたと。なるほど、え、合ってましたでしょ。ピー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 って言ってましたでしょこれだ、これでした。さえずりね、あ、もっと後で紹介するのかと思ったら今だったんですね。いやー非常に癒される空間ですね。これが例の伝説のピー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 です。え、聞こえました、皆さん。ちゃんと結構小さめの音量だったんですけれども、あ、ほらピーピーピーって言ってた。あー聞こえてますね。いやーすごい。いやーもっと大きく聞こえてたんだよな私のイヤホンから聞こえた音量で聞かせてあげたかったです。皆さんお手元のスマートフォン、あのぜひ大きく音量してみてください。いやー出会える出会い早くてよかったです回収されました